白だったら魚系とか、はい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 、赤だったらあの肉系って言うけど、はいはいはい、日本酒はねこう味もあっていろんなものには、なんで俺が日本酒の説明せないやった方が長生きする。あのねこういうタイプってね血が騒がなくなっておとなしくなったら終わるんだよ。それありますね、うん、だから常に燃え盛るところにいないとダメだと思う。確かにそれはちょっと俺もどっちかというとそういうタイプだ、ね、野球したいって言わなかったんですか。野球したいって言ったのは年受けがして、あ、そうですか。多分ね気使ったんだと思うよ。あで周りも、はい、多分高木豊が、はい、お前の親父って野球だろうみたいな。そうですよね、まあ、野球やったらすごくなんじゃないみたいなこと言われて1年の時にサッカーやってたのに突然野球やりたいって言い出した。なんか友達もサッカー関係が多かったんだよね。